ハルバード作戦は第二次世界大戦の地中海攻防戦において1941年9月下旬に連合国軍が地中海で実施したマルタ増援輸送作戦。ハルバード作戦は第二次世界大戦の地中海戦域におけるマルタ行為戦で1941年9月下旬にイギリス軍を主軸とする連合国軍が実施したマルタへの輸送作戦。 ジブラルタルからマルタ島へ向かう連合国軍輸送船団と地中海艦隊を数軸国軍が擁撃した。連合軍の輸送船団と護衛部隊はイタリア空軍の空襲により戦艦ネルソンが損傷、輸送船一隻が沈没したがそれ以上の損害はなく、輸送船団はマルタに到着した。マルタの防衛体制は強化され、輸送作戦は成功した。 大西洋に面するジブラルタルとスエズ運河及びアレクサンドリアの中間に位置するマルタ島は地中海の要所である。同時にイタリア半島とリビアを結ぶシーレーンを遮断する位置にある。イギリス軍はマルタに航空基地や港湾施設を要し、ここから航空機や潜水艦部隊、あるいは小規模水上部隊を出撃させて数軸軍の補給船団を襲い、 北アフリカ戦線に向かう、数軸側海上補給ルートを締め付けていた。すなわち、連合軍にとっても、数軸軍にとっても、マルタは重要な拠点であった。マルタを死守するイギリス軍は、航空母艦による空輸作戦で同等に戦闘機を補充し、制空権が数軸側に握られることを防いだ。1941年5月下旬。 ギリシャの戦いに伴うクレタ島攻防戦で、ドイツ国防軍がクレタ島を占領し、連合軍は中東やエジプトに撤退した。クレタの疾患により、マルタ島の重要性は、ますます高まった。この作戦期間中、ドイツ空軍の猛攻で、アレクサンドリアを拠点とするイギリス地中海艦隊が、大損害を受け、新鋭のイラストリアス級航空母艦2隻が激破。 されて戦線を離脱したクレタ島攻防戦が終わると、ドイツ軍は地中海に展開していたドイツ空軍部隊の配置転換を実施したので、マルタのイギリス軍は一息つくことができた。イギリス海軍は地中海の戦力を再編し、ジブラルタルを拠点に行動する H 部隊に、ネルソン級戦艦2隻や最新衛戦艦プリンスオブ、ウェールズを増強する。H 部隊には、 空母アークロイヤルが配備されており、さらに旧式空母2隻が派遣されて、航空機輸送作戦や、地上支援任務に従事していた。7月下旬に、H 部隊が実施したサブスタンス作戦では、ジブラルタルを経由して、マルタへ向かう輸送船団と護衛部隊を、イタリア軍の魚雷艇や空軍機が攻撃する。A 駆逐艦フィアレスが沈没し、AK 巡マンチェスターと輸送船2隻が損傷した。 だが、イタリア艦隊は出動せず、連合軍側は、マルタ輸送に成功した。成功したサブスタンス作戦に続き、H 部隊が実施したのが、ハルバート作戦である。ハルバート作戦に参加した艦艇は、以下の通りである。海面に墜落したイタリア雷撃機と、クーボアークロイアル。9月25日8時、護衛部隊はイギリスから来た、WS-11X 戦団と合流した。 その戦団は14隻の船で構成されており、うち9隻が作戦に参加する船で、残りはジブラルタル域であった。護衛部隊は第10巡洋艦船隊司令官、ハロルド・バロー少将が指揮する X 部隊とジェームズ・サマビル提督の H 部隊に分けられていた。9月26日9時32分、H 部隊はイタリア王立空軍の偵察機に発見された。 イギリス情報機関の情報統制により、イタリア側は連合軍輸送船団には、戦艦1隻しかいないと判断したので、イタリア王立海軍主力艦の投入を決めた。9月27日1時2分、新鋭戦艦2隻と駆逐艦7隻がナポリを出撃した。10時40分、このイタリア艦隊は、十順洋艦2隻及び駆逐艦4隻と合流した。 さらに11時48分には、軽巡洋艦3隻と駆逐艦3隻が加わった。13時から13時30分に、サルデーニャ島の南方で、イタリア軍の来撃機 SM-84-28 機が、イギリス艦隊を攻撃、戦艦ネルソンに、巨雷一本を命中させた。ネルソンは艦首にひかみなりして、減速を余儀なくされる。この状況下、 イタリア艦隊出動の情報を受けて各艦は艦隊決戦に備えた。だが、アンジェロ・イヤキーの提督が率いるイタリア艦隊は、連合軍部隊が予想以上に有力であることを知り、混乱する。イタリア軍司令部は、明らかに優勢でなければ交戦してはならないという命令を水上艦隊に与えていたので、イタリア艦隊は、アークロイヤルに捕捉される前に退却した。その夜、 H 部隊は、シチリア海峡で引き返し、ジブラルタルへの帰とで、イタリア潜水艦アルアを撃沈した。一方、連合軍輸送船団は、イタリア軍機の夜間空襲を受けて、小船インペリアルスターが、ひかみなり、自沈した。また、軽巡洋艦ハーマヨニーがパンテレリア島攻撃に、派遣された。翌9月28日、連合軍輸送船団はマルタに到着した。マルタは、 危機から急速に立ち直った。燃料を除けば、マルタを翌年5月まで持たせられるほどの補給に成功した。上に、潜水艦部隊や航空部隊に対する補給に成功したからである。マルタは、数軸軍のシーレーンにとって、相変わらず脅威であり続けた。ありがとうございます。